皆さんこんにちは、青猫です。女性 VTuber の啓発動画、性的指摘受け、千葉県警が削除。長い髪に赤と白の衣装に身を包んだ女性キャラクター、千葉県警の交通安全を訴える動画が全国フェミニスト議員連盟からの抗議を受け、9月10日削除されていた。このキャラクターの名前は都城凛果、千葉松戸市のご当地 VTuber、 松戸市発祥の20世紀梨と同じ髪の色。そして名字の都城は松戸市にある国の重要文化財都城亭にちなんでいるという。その都城凛果が自転車を利用する時のルールなどを説明する3分の動画、2021年7月千葉県松戸警察署などによる交通安全啓発活動として千葉県警の YouTube や Twitter に登場した。しかし、9月10日、この動画が突然削除された。この動画をめぐっては、8月26日、松戸市議らが代表を務める全国フェミニスト議員連盟が、千葉県警や松本市長などに宛てて公開質問状を送っていた。全国フェミニスト議員連盟は、都城凛果という VTuber は、セーラー服のような上衣で、丈は極めて短く、腹やへそを露出しています。体を動かすたびに大きな胸が揺れます。下衣は極端なミニスカートで、性的対象物として描写し、かつ強調していますと主張し、謝罪と動画の削除を求めた。今回の動画は、コロナ禍で対面での交通安全教育が難しくなった中、小中学生向けに作られたという。千葉県警は動画を削除した理由について、部外から性的対象に当たると意見があったこと、交通安全を呼びかける動画であるのに本来の見方をされない可能性が高まったなどとしている。20代男性、僕はアニメ好きなんで卑猥だとは思わないです。30代女性、性的には見えない。20代女性、お腹見せてることが卑猥と思うのかもしれない。VTuber、都城凛果の所属事務所は、性的であるという今回の指摘について驚いたと話す。アートストーンエンターテイメント社、板倉節子代表。1年半、都城凛果の活動していますので、1年半活動してきて、そのような抗議を受けたことは一度もないですから、交通安全がもっと良くなるためには、どういう動画にしていったらいいのか、フェミニスト連盟の代表の方も松戸市議の方なので、私も松戸市民なので声を上げているのですから、その声を聞いていただいて話し合いの場を設けていただければなと。一方の全国フェミニスト議員連盟は公式サイトで、当該動画の掲載も削除も共に千葉県警によるものですとコメントし、個別の回答はしないとしている。動画の削除を受け、署名サイトでは9月10日、フェミニスト議連の主張は不当だとして抗議するページが作成され、キャラクターを性的とみなす根拠などを正しており、23日現在で約6万筆以上の署名が集まっています。大手の企業も VTuber を使ってマーケティングをしています。サントリーや塩野義製薬など、企業独自の VTuber でアピールしていますね。VTuber の需要が高まる中で、魅力を損なわない活動ができればいいですね。今日はこの辺で。よろしかったらチャンネル登録お願いします。青猫でした。